皆様こんばんは。ヒーリングシンガーソングライターゆっこランドでございます。この番組は私のお気楽トークと音楽とヨガのお話の番組でございます。本日は7月の9日の火曜日、お時間は24時でございます。七夕からね、新暦の、七夕から2日ほどね、過ぎました、本日でございますが、旧暦でいうと2024年は8月の10日が、七夕だということでね、七夕期間ということで、その七夕に関する曲もね、今回流させていただこうと思うんですが、その前にですね、この間とってもなんかこう素敵なことがありましてね、私の近所にですね、古い畳屋さんがあるんですけれども、中は入ったことないんですけども、そこのお店の前にですね、もう本当道路ですよ、もうすぐ車が通ってるようなね、道路のとこに段ボールの中にですね、布ぞうりが4つ入ってたんですね。でそれなんだろうと思ってよく見たら、下手ですけれども、よろしければお持ちくださいみたいなね、ことが書いてあったんですよ。と思いまして、こう手作りのね、布ぞうり、それで私ちょうど台所のところのスリッパがちょっとダメになってきてしまって、そういう履物、台所で履く履物がちょうど欲しくって、そしたらですね、その布ぞうりさんに出会ってですね、本当綺麗に編んでいらして、それなのになんか下手ですけれどもって謙遜してらして、それでそれをね、見知らぬ人にこう差し上げますっていう、その心がですね、本当にジーンと来て、もう本当にありがたかったですし、その中から一つね、黄色っぽい色のでしたかね、選ばせていただいて、私いつもですね、バッグの中に、リュックですけどね、メモ帳とペンは入れてるので、ちょこっとですね、ありがとうございますって書いて、猫ちゃんの笑ってる絵を描いてね、そのメッセージを置いてきたんですけれども、本当にはそういったね、優しさに触れて、もう本当にね、嬉しかったです。そういうお心遣いって本当にいいなと思いました。ありがとうございました。とっても履き心地が良くてね、裸足でね、履かせていただいております。それではここで一曲お届けさせていただきます。七夕様。She's
あと十何年ぶりかに歩いて5分ぐらいのご近所の銭湯に行きました。なぜか銭湯行こうと思ったんですよね。ふと思いついたんですよね。まあその少し前にちょっと大幅なお部屋の模様替えをしまして、結構筋肉が疲れてたんですよね。最近腕立て伏せも毎日やってて、こう筋力トレーニングもね加えたせいもあったかもしれませんけど、そうですよ、腕立て、そうですね、最初10回が、まあ、今20回できるようになったんですけれども、やっぱりね本当筋肉ついてきました。それは嬉しいなと思ったんですけれどもね。まあまあそれを置いといて、銭湯ですよ、500何十円ですよ。それで久しぶりに行きましてね、まあ、夕飯前の時間帯で、まあ、割と空いてたんですよね。でそこの銭湯は割とお湯がですね、まあ、ぬるめって言いますか、私が熱いのがダメなだけなんですけど、まあ、そういう人でも入れるくらいの温度で、まあなんちゃって、露天風呂もあって、まあ、外ですよね。本当にゆっくりできたんですよね。なんでも耐えこなかったんだろうと思いましてね。本当そう思いました。でお風呂上がりすごい喉が渇いてしまって、それでお水とかもちょうど持ってきてなかったんで、で自動販売機見たらですね、まあ、お酒はやっぱり売ってないですよね。旅館とかだったらね、相当にお店に売ってるかもしれませんが、本当に銭湯なので自動販売機にこうジュースとかね、お水で、パッて目についたのがコーヒー牛乳、瓶入りのね、もう無性にもそれが飲みたくなって、コーヒー牛乳なんて私普段飲まないんですけど、もうこれだって、もう一択ですね、もう迷いなく、それで飲みましてね、美味しかったですね。お風呂上がりにコーヒー牛乳を飲みながらテレビを見るってね、もうなんて幸せだら、もう本当極楽極楽ってね独り言言ってましたけれど、まあ、そんなことでね、東大元暮らしだなと思いました。もう本当に、遠く行かなくてもね楽しいこととか、極楽はあるなと思いました。ユタトラジオ、それではここでですね、一冊の絵本をご紹介させていただきたいと思います。菊田真理子さんという方が書かれた、いつでも会えるという絵本でございます。犬のシロちゃんとミキちゃんというね、少女のお話なんですけれどもね、私父が他界してこの夏で25年になるんですけれども、その亡くなった時はですね、もう本当に悲しくて寂しくてですね、心が抜け殻のようになってしまって、もうなんか体もなんか力が入らないというようなですね、まあ覚悟はしてたんですけれども、実際亡くなるともうそうなってしまったんですね。でいろんな人にこう励まされ支えられながら、早くにね、立ち直ることができたっていうことなんですけれども、まあ、その中でそういう悲しみの中で出会った絵本だったんですね。で、まあ、今見るとですね、カバーはないしですね、手垢ですごい汚れてますしですね、まあ、どれくらい読んだんだろうっていうのがもう見てもわかるっていうね、本当に読みましたね。でその度多分泣いてたんだと思います。まあ今回久しぶりに読んでもですね、涙が溢れてきましてね、大切な人を亡くされて誰にも言えない、寂しさ悲しさでね、お辛い方いらっしゃれば、そういう方に、この本が届いたらいいなっていう思いですね。うん、
ということで、おすすめさせていただきたい絵本でございます。菊田真理子さんが書かれたいつでも会えるという絵本でございます。それではここで本日の2曲目お届けさせていただきます。小高正明さん作詞、ユッコランド作曲の星のフォークロアという曲なんですけれども、今回はライブバージョンということでですね、これは数年前の、所沢の魔女というところで のイベントライブだったんですけれどもね、この時だけなぜか曲の前に朗読してるんですね、私の自作の詩をですね、そんなわけで星のフォークロア朗読付きライブバージョンお届けさせていただきます。旅立った親しい人がぬくもりに変わるまで、私たちは喪失感や悲しみとともに日々を過ごさなくてはなりません。時の流れを味方にして友人や家族、そして音楽に励まされ、少しずつ心が浄化されていくのです。そして深い感謝の心が生まれるのです。続いての曲は小高正明さん作詞、鈴木由紀子作曲、星のフォークロア。待ってました。空高く翼を広げ
お知らせコーナーでございます。ラジオ川越では3ヶ月に一度更新の番組のリーフレット、駅の観光案内所、その他川越市内の協力店さん、スポンサーさん、加盟店さんに置いていただいておりますので、ぜひお手に取ってご覧になっていただけましたら嬉しいです。7月から9月までの番組表の表紙なんですけれども、収録番組のパーソナリティさんの写真が載っています。全員ではないんですけれどもね、まあ、そんなわけで私も写真を掲載させていただきました。ありがとうございます。そしてこの顔写真なんですが、いつも私の番組のアーカイブの背景写真をですね、ご提供くださっている川越在住カメラ女子ナンシーさんが、撮影してくださったものなんですね。そして撮影場所は、福島県の南相馬市というところにボランティアで演奏活動をさせていただいた時の、その仮設住宅の集会所での、撮っていただいたお写真なんですね。まあ、本当にこの写真はですね、お気に入りの一枚ということで、何かあるとですね使わせていただいてるんですけれども、撮影してくださったナンシーちゃん、本当に、ありがとうございます。いつもありがとうございます。2つ目のお知らせでございます。これはですね、ちょっとまだ先なんですけれども、9月の28日の土曜日、ランチ付き歌と瞑想タイム&歌カフェを、開催させていただくことになりました。
最近ね、よくお世話になっております相模原市のブラウンライスさんにて、やります。数年前まで、ヨガとランチと音楽のイベントっていうのはですね、やらせていただいていたんですけれども、またね、場所を変えて開催できることは本当に嬉しいなと思いました。これからはね、なんていうんですか、通常のコンサートとは別に、やっぱりこのヨガをね、瞑想ヨガを、広めさせていただくっていう活動もね、精力的にやっていきたいと思っております。まだ先ですけれども、よろしくお願いいたします。3つ目のお知らせでございます。7月の13日の土曜日、東京靖国神社御霊祭りでのお笑い演芸ゆるゆる寄せ特別編、の舞台ですね。舞台でですね、私ゆっこランドがですね、司会進行と、あと浅草音頭では踊りと、いうことで、参加させていただくことになりました。気が引き締まる思いですけれどもね、きちんと役目が務められるよう、励みたいと思っております。お時間は19時から19時半、そして場所は神社の中の能楽堂で、演奏されます。ぜひ皆様、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ヨガバナーコーナーでございます。前回の6月25日の火曜日の1分間瞑想では、導入の声かけをするのをすっかり忘れてしまいました。申し訳ございませんでした。しかしながらですね、ご聴取いただいた方のどなたからもご指摘がなくですね、今に至るということで、なくてもいいのかなっていうのと、あんまりこうしてあしてっていうのがですね、そういうのはやめて、そうした方がいいのかなともね、思ったり、なんかいろいろな気づきがありました。あとはですね、ぼちぼちですけれども、そのユタート瞑想タイムというね、ことも始めていきますので、そう、もっと瞑想を深めたい方はそちらのね、ユタート瞑想タイムで、瞑想に親しんでいただけたらいいかなと思いました。ラジオではね、もう本当簡単に分かりやすくっていうことでね、きっとね、その方がいいんですよねと気づかせていただきました。ありがとうございます。とにかくお忙しい方が本当に多いですからね、年代問わず、そういう方にこそ本当1分でもいいから親しんでいただきたいっていう、1分間瞑想でございます。瞑想とは、真がですね、本当の私に帰る時間っていうことですよね。瞑想しますと、幸せを感じられるホルモンオキシトシンが分泌され、ストレス、うつ症状を和らげ、リラックスできることが科学的にも分かってきているそうです。続けていますと、少しずつですが確実に幸福感が深まってきます。それでは、毎日の心の穏やかさのために瞑想のお時間です。まずは楽な座法で座ります。椅子でも横になられて仰向けの状態でも構いません。そうしましたら、肩をぐーっと、これ以上は上に上がらないというくらいに上に上げまして、はーっと深く息を吐いて、全身の力を抜きます。もう一回、肩をぐーっと上に上げまして、と深く息を吐いて、全身の力を抜きます。そして顎を少し引きましてから、スッ
っと背筋を伸ばします。そうしましたらまぶたを閉じまして、舌先を上前歯の裏側の付け根に軽くつけまして、ゆったりと気持ちの良い呼吸をしていきます。ご自身の呼吸に意識を集中いたします。次はそのゆったりとした呼吸のままで、すっと眉間に意識を寄せます。眉間の光を見ます。真が本当の私の光です。その光をふんわりと見つめていきましょう。途中雑念が入りましたら、否定しないで一旦受け止めて、そしてまた眉間の光に意識を戻します。それではここから1分間瞑想してまいります。それではゆっくりとまぶたを開けます。そしてゆっくりと胸の前で合掌いたしまして、ありがとうと心の中で唱えながら深くお辞儀をいたしまして終了です。本日も最後までご聴取いただきまして、本当にどうもありがとうございました。皆様の毎日のご健康と幸せを心よりお祈りいたしております。感謝と笑いで我が道を、和の道を。今日も